一人満足さんしてるんですか。うん、あ俺じゃねえわ私だよ俺じゃねえよ。でも喋るときもうちょっと張るかも。なるほど。歌うとき違う、近くしてるんだけど、私普段マイクこう握るじゃん。なるほどね。戻ってきてますね。あ、戻ってきたら、はい、見ていただいてる方も増えて、あ、始まってた。本当だ、始まってます。こんばんは。そうですよ、日本全国の人とセッションできますから、ね、そうですね、ネットデュエット、ヤマハのネットデュエットです。無料でダウンロードできるんで、そこに境ベースでルーム作ってあるので、ご自宅から入ってくれる環境の方はぜひじゃあ川原さん見えましたね。出た、リクエスト来ましたね。朝がまた来る、リクエスト来たな。ドリカム全然わかんねんだよ。とりあえず今日は何の日やりましょうか。あ、そうじゃん、ね、今日が何の日、一旦それ挟みましょうか、はい、僕の生きがい、生きがいなんだ今日は何の日だろう。ちょっと待って、僕生きがいになっちゃった。いろいろ考えながら、川原さん結構いろいろ言ってくださるじゃないですか。そうですね、リクエストくださいますね。口からなかなか答えられないのもメンバー的にも、歌う人が知らないとっていうのは、申し訳ない。で、そんなこと考えながら今日は何の日って検索しようと思ったら、はい、川原さんって検索いやいや、違う個人名探しどうしよう。ありますけどね、すいません、本当にだから、今日は何の日か、はい、おいってろ。あ、すぐ知ってるよ。え、はい、4月マラソン大会なんかなんか昨日から僕がなんかやったり、なんか学校でなんかやったり、ね、ジェネレーションがジェネレーションギャップのやつちょいちょい来てますね。はいはい、4月22日、はい、水曜日です、はい、本日アースデイ。お、地球、地球ですね。1970年、昭和45年アメリカの市民運動家が地球環境破壊に抗議する運動をしたのを契機に設けられた。地球の環境を守るために一人一人が行動を起こす日でございます。すげえいい声。地球の環境を守るために一人一人が何か行動を起こさなきゃいけないんだ。はい、なるほど。ちょっとちょっとゴリゴリ乗せていく大丈夫、聞こえてないから。そうね、マイク通してないから。ちなみに誕生日の有名人は、はい、ああそれも聞きました。あ、ねえねえ、私3日後誕生日だよ。おお、そうじゃんか、そうじゃん、言われてみれば 25? うん、お、給料日だわ何と重ね合わせる25が給料日なら、うん、24でしょ。そっか、前倒しになるわ。でしょ、でしょ、やったじゃん、うん、週末なんだ。なるほど、ね、そうですね、はい、いいな、はい、で誕生日の人、はい、森下大地さん。誰？俳優さんらしいですね。え、森星ってあの森泉の兄弟。ああ、そうそう、森泉さんの兄弟かな。光さんって読む。光さん、明かり、明かりはちょっと問題違う光か、何だったっけな、光だった気がする。めぐちゃん、マイク通してなくて聞こえてるらしいそう、今ね、コメントすいません、誰かが流してないから。あつこさん、ブチギレだよ、ブチギレちょっと聞こえてるって、プロ野球選手、中田翔さん。おお、有名な人。もう、日ハムホームランバッターです、ホームランバッター、ホームランバッター。じゃあ、日ハムのヤンキーみたいな。そう、ヤンキーみたいな、ヤンキーみたいなグッサンはちなみに、あれですか、はい、地球の環境を守るために普段どんなことをしてるんですか僕です、僕、歩きタバコはしてないですよ。おあ、それはね、大切かもしれない ね、 ね、僕に至ってはあれですよ、いつも歩く道に関しては灰皿置いてある。まあ、いつもは歩かないけど、はい、よく行く道はどこに灰皿があるかはもう把握してる。あ、まあ、大体そうですよね。で、その、まあ、何、タバコが吸い終わるところでちゃんとタバコをつけるっていう。なるほど、なるほど。歩きタバコ禁止のところではもちろんしないし、で、人がいないところでこうちゃんと灰皿の前で、ダメだ、それもダメか、それもダメかな、まあ、あんま良くないのかもしれないですね。てか、そもそも歩きタバコって地球に優しいんですか。そりゃだって、その何、なんたらガス的な、落ちたりしないし、副流煙も、まあ環境問題はそうですけど、うん、なんかその、要は二酸化炭素を増やしてるわけでしょ、タバコで。
まあ、燃やすし、まあ、燃焼だから、うん、ああそうか、どうなんだろうね、結局僕ら分かんないですから ね、何がどこまでどうなのか、ね、でも悲しいのはそうやってそのあるじゃないですか、ポイントポイントで、うん、ここにあるなっていうのがどんどん少なくなってって、そうですね、そうですね、そう、うん、本当に喫煙者嫌いだよって方は本当申し訳ないんですけど、あ、そうですね私喫煙者はあんま好きじゃないよ。おいおい何言ってるの。三人的にました今。そうね、またこれもちょっとセンシティブな話だからこういう話するのそうなんですよ。そうなんですよ。議論が始まってる、ね。そうですね。うん、はい、迷惑をかけないように。あれ？ちょっと今いい振りが言ってんじゃないこの話題。そうだよ。タバコ？ああ。私あんまタバコ好きじゃないんだよね。俺でもわかんねえわ。これバトンタッチ してもいいんですか？バトンタッチとはタバコわかんねえわ、サビしか。じゃあサビをめぐちゃんが歌ってハモる？そうします。そうしますか？何のタバコ？え、これさわじゃないの？あ、多分わかるはず。これさわ、これさわ、チャラ。今日猫さんいねえな。いないか。いいじゃん、別にいなくても別に、うん、ね、著作権取られない。そうそうそう、いいよ、サビ歌う。え、サビというかもう全部歌ってる。いや、全部は分からんって。そうなんだよ、そういう問題があるんですよ。 OK、助け合いながら行きましょう。うわ、タバコって聞くと僕も宇多田ヒカルのはいはいはい、ファーストラブね、になっちゃいますね、どうしても。待って、私もこれサビ分かんないわ。じゃあ、よく来るまで待とう、それ。そうっすね、そうしましょうか。どうしようかな。なんか、そうですね、ちょっとドリカムは今のメンバーだとあれなんで、もしなんか、あ、ドリカムつながりでいける やつある？川原さんかな、はいはい、昨日、あ、ラルクって言ってた、そうだ、昨日ラルクって言ってたから、ラルクいきますか。もうメジャーかな、メジャーでもない。ちなみに何ですか？ドライバーズハイ。ドライバーズハイ、割とラルクの方がメジャーでしょう。奈々くん、奈々くん、じゃあバチコリ叩いていただいて、あともうちょっと話つなげて、もうちょっと話つなぐんだって。ああ、そういうことね。あ、そういうことね。グッさん、投資で歌えるんですか？投資で一番好きって言ってましたよね。何が？ラルクの中で好きっていうか、知ってるって。知ってるって、そう、昨日言ってたよね。グッさん、年の割にやっぱこの辺の曲結構知ってますよね。そうっすよね。 GTO の曲ですもん、だって。あ、そうなんだ。ドライバーズハイ、ドラマ？アニメ？いや、アニメでしょ。アニメの CG か。ドラマはだって、おー、そう、ポイズンだよ。言いたいことも、あー、はい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 。でもセカンドシーズンは、おー、おー、あ、違うか、それ違うか、ビーチボーイズか。フォーエバーよー、多分知らないんで、そうっすね。みんな知らない。そうっすね。 GTO だとやっぱポルノグラフィティになっちゃいますよ。あー、一人の夜ね。あれもアニメ版？そうっす。あれもアニメ。その辺の時代のアニメ見てない時期なんで。ああ、なるほど。そう、俺こ、そう、漫画俺あんま読んでないけど、ドラゴンボールと GTO とハガレンだわ。ああ、ジャンプ。あ、GTO ジャンプ。あ、GTO はジャンプじゃない。違います、ね、GTO は、なんだっけあれ。チャンピオンサンデー？マガジン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 っぽくないだろ。マガジンっぽいな。マガジンっぽいね。うーん、待って、何やるの？だからドライバーズ、はい。あー、そか。すげえ、無茶ぶりです。ユッキーさんはパソコンの前に見えるのかな。あ、いますね、いますね。これは何だろう、いいかな。そんな感じですね、歌始まったら。そんな感じだと思いますよ。ユキさんがあれやってるんだ。あ、そういうことか。すごい、そこまでちゃんと聞こえる。ユキさん、さすがや。いや、ソロパート取ってくれる人がいるとすげえいいですね。すげえっすよ。ずれないし、結局。ちょっと待って。
あ、お兄ちゃん入ってきた。お兄ちゃん入ってきた。マジか。うわ、ありがてえ。めぐちゃん、そしたらカホンかな。これちゃんと歌おう、これすごい。すげえすげえ。この段階で6人編成すごい。すごいっすね。なんだこれ、ほんと楽しい。声出た、声出た。お兄ちゃん声。僕です。おお、すげえ。ユキさんもお兄ちゃんもマイクもつながってるから喋れるじゃん。すごい。しかもハハハハゲって言ってましたね。猫さんのやつに言ってましたね。すごい。よし。ちょっとでかすぎないですか？大丈夫？大丈夫です大丈夫です。大丈夫ですよ。じゃあ行きましょうか。お兄ちゃん曲ラルクのドライバーズハイです。そっか、このパターンもなんか写真素材あればね、あね、いますよって、ね、天の、ね、天の音天の音そうだね。言うても囲まれてるよ、ちゃんと高松さんそこにいるし。まあね、まあまあ、うん、言いたいことは分からんでもない。これグッサンテンポ分かんないんでカウントしてください、ね、結構早いよ。え、ジャージャーズグッズ使うか。なんだっけ。ドゥ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 オッケー、行きましょう。じゃあ、グッサンカウントで行きましょうか。え、ダナ君の方が絶対いいっすよ。だってダナ君曲分かんないって。あ、そっか。え、無理無理無理。あ、どうしようか。こうすればじゃん、こうすれば。あ、マイク持ってるからできないか。あ、そっかそっか、いいんじゃない。Thank you.
ことが欲しいかもしれない。出ましたよ。お兄ちゃんさんとユッキーさ さんありがとうございます。ほんと贅沢すぎる。プロバイダー込み込みなのかしらって言葉、あまたか途切れちゃいましたかね。かもしれないですね。たまらんすね。たまらんすね。たまらんすよ。すごいな本当に。たまらんすね。そあのネットデート開いてるとチラチラその部屋に入ってきて、これ公開の部屋にしてあるんで、はい、入ってきてチラッと見てその出てからやる方も見えるんですけども、そういう人がね、はい、知らない人が入ってきたら絶対面白いですよね。いいですね。絶対面白い。ああじゃあ、お兄ちゃんも、ユッキーさんもマイクがつながってるってことで、はい、そうですね、ちょっと僕あの席を外したいので2人でトークでトークでつないでおいてください。2人でそこ2人に任せます。ユッキーさんとお兄ちゃんさん自分の声聞けるかな、これって聞けてますよ。聞こえてるか。あ、はい、聞こえてます。はい、お店には届いてるんですね。聞こえてますよ、はい、とりあえずこっちには自分がちゃんとモニタリングできてるか。はい、こうか。あ、EQ めっちゃ下がってた。あ、こうだ、うん、バチコリ入ってますよ。入ってますね。面白いちょっとユッキーさん節出てる。あとは、聞こえますよ。バッファーをどこまで詰められるか。でもやっぱ違いますね、合わせると。よいしょ、うん、サックスってなかなかだって合わせらんないですもんね。ようやく僕も転職先が見つかり。あ、そうなんですね。お、そう、この間あのオースでやった時にその話あ、マイクを案内してくれた。そうそう、マイクをバッタリして、僕もあの営業、あの時はそうか7時にここ来ようと思ってて、はい、で、あのマイク探しに来たんですよって言ったら、もうすげえアテンドスしてくれためっちゃいい、めっちゃいい大須の方で、大須の店員さんみたいな感じ。さあさあさあ、あ、うん、どうしましょうかね。今19分だからあれですね、あと5分ぐらいで次の曲を決めなきゃいけない。そうですね。次また高松さん、僕単位になってる。
一応あの周り的にはそうです、ね、オッケー。じゃあこれからのトークで曲を探すやつね。そうですね。もう最悪あのトークから曲が繋がらなかったらもうトークトークやればいいわけだから、ね、ああいいのずっちいなでもそうか、僕トークトークトークあれだ、あの A メロフワットしか知らないああ怒られるやつだフラワーどういうやつだっけな。僕らはあ、そう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 それそう愛の花咲かせるやつでしょ。すげえ遠隔で一緒に歌えてるすごい。兄ちゃんさん。誰の曲でした？キンキですよ。あお。いい感じに終わった今。すごいな。あの、まあ、昨日も言ったけど。はい。キンキと僕同い年なんで。ああ、そうらしいですね。16歳だから、ね、実質じゃあキンキキッズじゃん。僕チューブキッズだからうちら何キッズ？いや、チューブキッズ。チューブキッズなんでそこ違えんだよ。グさんは僕だけ関東キッズ。関東キッズ関東キッズですね。誰一人キッズって年齢じゃない。うん、まあ、でも私まだ8歳だから8歳？8歳な、次9歳になる。なるほどね、なるほどね。ちょっと伸びてるか、動こうか高松さんにそれ言っちゃダメなんじゃないですか一番言っちゃいけない。さあさあ、今ね、14人も見てる。おお。じゃあチューブキッズだからチューブでしょ。チューブやんの。チューブやりましょうか。チューブだと、ストップストップ。チューブ何がわかるかな。なにゃ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 。その後が微妙だな、うん、微妙なところはなんとなく。そうね、自分で言ったからね。そうですよね。 OK、 ストップザシーズンインザさん。イエーイ、昨日から夏の曲ばっかり。タイトルなんだっけシーズンインザさんかな。そうですね。夏ってこうぜって感じ。夏ってこうぜ、イエーイイエーイイエーイ。いや、久しぶりの感じだわこれ。楽しいな。こんな感じなんで、コロナ明けたらみんなまたベース来てね。そうですね。私かななくんのどっちかが基本いるんで。そうですね、はい、たまに違う子、うん、何ちゃんだったっけ。ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃんか、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ちゃんと後輩の名前覚えてる、うん、あれだ ね、僕とめぐちゃんはスタッフでいつもね、働いてるんで、お酒作ったりしてるんで、はい、よかったら遊びに来てください。そうですね、はい、ヨウ君もね、元スタッフだし。そうですね。あ、そう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 、21歳組みんなスタッフだから。そうそうそう、よかったら。誰も回収しないなって言ってますけどね、それがベースのいいところですから。え、なんか今回収しなかった？え、何の話？いえいえいえ。あ、いえ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 。もうやって終わっちゃうからね、ねえ。そう、いえいえいえいとチャーラはもう合言葉みたいなもんだやりっぱなしだもんね、私たち基本。なんて曲？シーズンインザサン。シーズンインザサン。あれ？ああ。ちょっと楽しくなってきちゃったかもしれない。いいっすよね、これ本当。あ、でもベースいるもんね。私タンバリンにしようかな。お、いいんじゃない？それもいいんじゃないでしょうか。あー、しまった。出た。やばい、ソーシャルディスタンスが。え、でも大丈夫、なんか近い距離でもなんか3秒ルールみたいなやつあったから確か。あ、今のはセーフ。そう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 、下向いてたからな。なんかだってきっと距離的にも、あの昨日もそうだけど、伊予くんそこにいて背中向けてこう通るぐらいなら、まあさすがに大丈夫じゃないかなと。これはいいんじゃないですか、ね、一応換気もあのできる限りの換気回してるし、OK、店でツイキャス流れて気持ち悪いですよって、うん、あ、誰か多分ハウってる、ハウリングしてる店で。あ、
誰かドラムの人入ってきました。お兄ちゃんさんかユッキーさんがあれですかね、もしかしたら。あ、アントレじゃん。アントレ入ってきてる。じゃあ一回僕ドラム抜けますよ。どうも。ナナ君どうする、一緒にタンバリンやる。一緒にタンバリンやる。じゃあドラムいけるのかな。ドラム一番シビアだから、これじゃあ挑戦してみましょうか。アントレ、あ、ほら音が回ってるって。え、でもうち店ではつけてないと思うので、今そのなんたらルームに入ってる方がもしかしたら、あ、そうか、あれだ、アカシアサンタのやつだ。あのテレビつけてる人はちょっと音を小さくしてもらって、我々 の、あの回っちゃうんで音が、はい、あのキャス聞いてる方は一度消していただいてですね、はい、アンドレ、アンドレ何で入ってくる。アンドレ君か誰かな。治った、消えましたね。治りました、消えました、消えました。お、ありがとうございます。こっち見すぎでしょ。あ、そのポジション大丈夫なポジションね、ちゃんと。おじさんびっくりしちゃったよ。え、アンドレなんで入ってくるんだろう、楽器。だってアンドレうちにドラムあるわけじゃないでしょ。あ、アンドレ声入ってる、今の声。アンドレ、あ、入ってる、入ってる、入ってる、アンドレ来た、アンドレ声入った。こんばんは、ギターでいいっすか。ギターでいく。じゃあドラム、ドラム必要。お、だから今、ここにいる、グサメグちゃんとナナ君がドラムで、はい、僕がピアノで、ユッキーさんがサックスでいて、アンドレがギターでいて、で、お兄ちゃんがベースでいる。これなんだこれ、すげえ、すげえ。やば。ではこれちょっと歌始まりでいいか。そうですね、多分イントロ全然印象がない、覚えてない。 Stop the season in the sun、 心どうしてくれ、いつまでもこのままでいたいのさ。 Stop the season in your dream、 揺ぎないで南風、やるせない想い Feel so blue、 久しぶりのシャワーグラス片手に、電気チェア、あのまどろむアフタヌーン、瞳閉じればソーロリー、やっぱわかんねえ、目が覚めそうだ、うるさいの光る君に打ち抜けたのさ。少しこのままでいたいのさ。 And stop the season, you're my dream、 時計など気にせずに抱きしめ合えたら feel so nice。 トロ、波のボードライン、読めない季語詞、青い屋しか見える一枚そうな瞳、俺に投げかけて、時が来ればまた君はざわめく熱さ。このままでいたいのさ。